細川持野は、室町時代の武将、守護大名、室町幕府十四代官僚、摂津国、丹波国、佐抜国、土佐国守護、細川慶長や十代当主、細川三元の次男として誕生、元服に際して四代将軍、足利義持より返記を受けて、持ちこれと名乗る。永響元年、死去した兄、持元の後を継いだ。永響四年、 千葉義奴の後を受けて、官僚に就任し、六大将軍、足利義則が、先制政治を行う中で官僚を務め、関東で発生した影響の乱、有機合戦にも対応する。柿吉元年5月26日、吉則を辞典に招いて、有機合戦戦勝の祝宴を開いた。柿吉元年6月24日、赤松光助が、 有機活戦縮小会で吉典を殺害した際には、持ち野は同席していたが難を逃れている。吉典殺害後は直ちに朝廷に散大して、返事を創上した。さらに三つが吉典の支給を返還すると述べた死者を、切り殺して赤松家との敵対を明確にした。同月26日、持ち野は幕府重鎮たちと表情を開いて、 吉典の着手で8歳の足利義勝を室町御所に移して、吉典の後継者とし、在京の諸将を結集させて、赤松氏を討伐するための対策を取った。しかし、討伐はなかなか進まず、7月6日に、当事院で行った、吉典の葬儀は持ちこれのみが出席する低多くで、あったという。しかも、三つ助から持ちこれに挑戦状まで送られた。 将軍が殺された時に官僚でありながら戦いもせず、真っ先に逃げ出そうとしたもちこれの臆病ぶりは、嘲笑され、もちこれが三つ助と決託しているという噂まで流れたが、実際こうした幕府の対応の遅さに、赤松氏に有利に事態を収集しようとしたもちこれの明確な意図を読み取る見方もある。7月26日、もちのは三つ助追悼の臨時を朝廷に求めたが、 朝廷では、吉則の恐怖政治を終わらせた三つに対する同情も多かったため、臨時はなかなか出されなかった。だが、8月になって持ちこれが影響の乱における持ち氏討伐の臨時の先例を出して嘆願したため、ついに赤松討伐の臨時が下された。こうして、山名総運や一族の細川持常らを主力とした大軍を、針馬など赤松両国に送り、 さらに西国大名も動員した。そして、9月までに赤松家を滅ぼした。以後、幼い吉勝に代わって、幕政を主導した。過吉2年6月24日、官僚を辞任して出家し、常木と改名、8月4日に死去。去年43。家徳は、嫡男、勝本が継いだが、少年のため弟、墓地剣が後見人となった。また、 公認の官僚に畠山もちくにが就任し、以後の幕政はもちくにが主導した。ありがとうございます。